NHK をご覧の皆様こんばんは。もう、そうでしょうね。もうだってタイムラインというか今コメント欄ももう NHK やってるね、 NHK と二窓だとかいう方、NHK たち再放送で見れば OK っていう方が多分、正しいというかここの審判としてはいいと思うんですよ。ここリアルタイムでいろいろ介入できる場所ですからね。あなたがいかにツイッターでコメントしようと向こうの庵野秀明は何も言ってくれませんから。こちらは喋ってる人敏感に反応していきますからね。はい、ということで、今日も進行させていただきます日本放送のアナウンサーの吉田久典です。プラネッツ批評座談会、今日これ初めてなんですね。でこの番組ではですね、さまざまなゲストの方とともに今話題の作品を毎月一つずつ取り上げて、熱くお話をしていこうじゃないかということなんですが、今夜取り上げるのは、新エヴァンゲリオン劇場版で、最後のあのマークは読まないとされておりますが、で、この作品について言いたいことがみんなあるでしょうというのをこちらで集めて、お話を今日はさせていただきたいと思います。じゃあまずはご登場いただくのはこの方でございます。批評家で早稲田大学准教授の石岡義治さんです。どうもこんばんは、石岡義治です。プラネッツの会員の皆様はですね、私が月1で番組をやってまして、今週の水曜日にですね、少年ジャンプについて語るんですが、そちらの方もよろしくお願いします。今日はいろいろ新エヴァについて皆さんと語られればなと思っております。よろしくお願いします。ちなみに石岡さんはいつ頃エヴァご覧になりますか？もう初日の、ただし朝一はつらいんで午後見ました。初日の午後、午後1で、ただしなんだっけな、 IMAX で見ましたよ。IMAX だったんですね。4DX よね。 4DX じゃなくて、IMAX、しかもなんか一番前の席しか空いてなくてですね、最前列で大丈夫かと思ったら案外大丈夫でしたね。多分最高列で見てもあれ同じでしょうね。そうですね。多分あのスペクタクル感的には。さて石岡塾長と言われてますが、続きまして、ゲームデザイナー原作脚本、など務められております石井二郎さんです。石井でございます。どうもご無沙汰しております。久しぶりにやってきましたプラネッツさんに。はい、ね、でも石井さん的に言うと今天国と地獄が、世の中の人たちがもうめっちゃこう反応してるわけですよ。そうですね、大ブーム中でして、うちの家庭では嫁と娘がものすごい反応して全話録画して初めからもう一回繰り返し見たりしてるんですけど、あのトリックなどを考えていらっしゃったのが石井さん。そうですね、トリック監修で参加させていただきました。はい、なんか本来はアニメとかゲームとかどっちかというとサブカルの人間なんですけど、ちょっとメインカルチャーっぽいところに、ね、巻き込まれておりますが、はい、今日はそれこそエヴァもメジャーとサブカルの交差するものという気がしますので、よろしくお願いいたします。もう、成仏していこうと思います。今日は喋りまくって。ちなみに石井さんはどこで見られましたエヴァンゲリオン？僕も初日の最終回をレーザーアイマックスで、新宿で。レーザーアイマックス。はい。って何でしたっけ？アイマックスどう違うんでしたっけ？一応アイマックスの一応その最上のやつですね。池袋で。東京だと初めてできて、その後に新宿にも導入されたってやつで、もともと枚方しかなかったんですよ。で、スター・ウォーズを枚方で、そのためにわざわざ見に行ったという。そのために大阪にわざわざ遠征したんですね。でそのシステムで今回エヴァを見ました。じゃあもう感想はこの後ですからね、みんな出てからですからね。じゃあそして、今日こんな立場のある方もいらっしゃいます。衆議院議員の平正明さんです。はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、皆さんはじめまして、よろしくお願いします。すいません、これちょっと後から出てきてもらいますけど、宇野さん、なんでいや平さんをお呼びしたんですか？いや、なんかね、やはりなんか、ほら、エヴァンゲリオンってやはりこう国民的な作品じゃない、だから何かやっぱりこう政権与党からね責任がある発言というのは引き出す必要があるかなと思って、ね、エヴァンゲリオンについての自民党の見解を。いや、それは僕の知ってる限り、一番エヴァンゲリオンに情熱のある国会議員ですよ、平さんは。それは間違いないですね。非常宣言が出てる中で映画見てますからね。そうですよ、だからもう普段ね、やっぱ永田町のゼーレとね、すごい戦ってる永田町のゼーレいそう。そう、永田町のゼーレと戦っている平さんにやっぱりこうなんかこう何手触りのある発言をどんどんしてもらいたいなと思ってます。老人たちね。すごい、これは今ゼーレのことですよ。ゼーレのことですよ。ゼーレのことですよ。なるほど。ちなみにそのじゃ平さんはその緊急事態宣言中にどちらでご覧になったんですか？私あれだな、公開した3日か4日ぐらい後のウィークデーの夕方にちょうど本会議も委員会もなかった隙間に日比谷ので見てきました。一人で、一人で、国会議員のバッジも外して目立たないように一人で見て一人で帰ってきました。
はい、でその感想などはこの後お伝えしますけど、はい、ちなみに平さん税理側じゃないのかって言われ方確かにね、若者から見るともうほぼ税理に見える可能性は、まあほぼほぼ、まあそうでしょうね、権力の側でしょうね今や、はい、あでも日比谷俺も一緒やったやつがいますねいいですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしてもちろん評論家でプラネッツ編集長宇野恒大さんでございます。はい、こんばんは、皆さんよろしくお願いします。はい、すごいお前ら全員ゼーレって言われてるね、うん、でもゼーレの中でも一番こう首謀者に当たる人が宇野さんだと思いますけど、ね、いやまああのね、ちょっとねこの実はこのね、なんかこうプラあのニコニコさんと僕のやってるユニットプラネッツが結構仕事チャージで10年なんですよ。はいはい、でなんかその企画でなんかこういったなんかこう番組を今年は月一でやろうと思っていて、今年ねやはりこうコロナなんだけどエンタメの対策が多いじゃないですか。はい、そういった中で結構なんかニコニコさんと結構親和性の高いね作品というのを選んでこのシリーズをちょっと始めることにしましたので、初回はねまさに、まあ、本当にいいタイミングで。結果的に公開になったんだけれど、このエヴァンゲリオンの劇場版を扱いたいと思っております。よろしくお願いします。そうこのね、そのなんかエヴァンゲリオンの公開というタイミングが抜群だったんですけど、裏でプロフェッショナルやってるって最悪のタイミングだこれねこれはいやみんなのこう都合がつく時間を調整した結果ここになったんです。そうですね、でそしたらNHK はまだその時告知してなかったんですよね。そうなんです、はい、そうなんですよ。だからまあね、でも世界にはタイムシフトもあるしね、はい、NHK オンデマンドもあるし、もうなんかこうほらここにいる平議員もね、デジタル国家のデジタル化をもう粛々と推進してるんですよなので、まあ、これはもうなんか僕らがこのデジタル社会に、ね、対応するいいチャンスなので、新海の試練だと皆さん捉えてください。試練です、はい、新しい試練、新しい試練です。かぶっちゃった場合にどう時間をマネジメントするかという新しい試練です。試練ですね、はい、ちなみに宇野さんはエヴァどこでどうやって見たんですか？僕ね初日に結構この事務所の、ね、スタッフみんなで見に行ったんですよ。みんなで行ったんだ。だからもう平日の昼間に、はい、もうなんかこう今日はうちはエヴァ曜日みたいな感じに、カレー曜日みたいな言い方で言いますして、もうなんかみんなでこう仕事を放棄して、はい、こう見てきた。あバルトナインで、新宿バルトナインで見てきました。見て、はい、もう速攻で見て、速攻でいろんな人にネタバレして友達なくしていってます。ネタバレさせてたんですね、もうすでにね。いやもう、まあ、第一声が神木隆之介って本当にいい役者だよねみたいなところから入ってるんです。いきなり、はい、いきなりどういうことって思うやつですね。ナンバーワンですね。あ今日今のとトーン分かったと思いますけど、まだ、ご覧になっていない方からすると、それはそれでさっき言った宇野さんの別の試練が襲いかかってますからね。わ、はい、かります。結末で28歳に成長して怒り新人が出てきて声を上げて。待って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 。けど別に、一応ね迷惑を絶って言われてますよ、さてで今日のためにプラネッツに入会した方もいらっしゃる。素晴らしい、はい、そうなんです。で今日なんですけども、ニコニコ動画とプラネッツのコラボ企画となってまして、この番組の放送直後21時からプラネッツチャンネルで延長戦を行います。でそこからはオフレコトークも全開でお届けする予定ということなので、気になる方は今のうちに延長戦の視聴チケットをお求めいただくか、チャンネルにご入会いただきたいというふうに思っております。さてではここからお話をやっと本題に入りたいと思いますが、まずは新エヴァンゲリオン劇場版とは何だったのかというふうに、何だったとお考えなのかをこうバカンとこう皆さんまずお書きいただいて、そこからお一人ずつお話を伺っていきたいと思います。じゃあ皆様お書きいただいてもいいですかね。これねお互いに何書くかまだ全く知らない状態でここにたどり着いております。でちなみに僕はどこでエヴァ見たかというと、その時なぜか札幌にいまして、人生で、初めて札幌のアイマックスじゃない 4DX シアターで、エヴァを朝1回目に見るということをしてまいりました。ちなみに太字で書いてもらわないとわからないよということですね。これ収録してるのどこだろうって言われてますけど、これはもう宇野さんの事務所です。そうここはね僕の事務所プラネッツ編集部で置いてあるフィギュアは僕の私物です。はい、あそうです。さっきから気になってる方がいっぱいいらっしゃる。僕の私物です。はい。なぜプロシュラルと被せたのってさっきも説明しましたけど、偶然です。事故です。事故です。なぜ被せたのかに思想があったらファンキーですね。ファンキーですね。それも何らかもうすでに意味を持ちますね。はい、じゃあこれは一人ずつ出していってもらった方がいいのかな。全員一回出していただいて一人ずつ説明してもらいましょうか。わかりました。じゃあ全員一斉に出していただきましょう。全員どうぞ。ででん。じゃあまずじゃあ石岡さんが超回収、そして石井さんがさらば青春の日々、そして平さんが終わってよかった物語、そして宇野さんが成功したテラスハウスはあ
なるほど。あ、もうなんかこれだけでめちゃめちゃ話聞きたい感じ皆さんにありますね。じゃあ一番初め石井さんからお願いしてもいいですか。石井さんがあのそのお答えのそのお心はということでお願いします。はい、いや、すごく個人的な作品だったんだなということですね。アンナさんと僕で多分5歳ぐらい、あの僕は下なのかなと思うんですけど、世代的にはやっぱり似たオタクの第一世代からあの 1.5 世代ぐらいのところにいるんですけど、まさに自分の青春を振り返ってるような映画を見せていただいた。プラスなんですけど、思ったよりだ青春だから昔のものを見てる気がしました。だからテレビシリーズとあんまり感覚変わらなくて、うんうん、これ一番僕思って最初に言ってたらテレビシリーズでと同じことを、すごく大人になってもう一度やってもらって、あの時から何も変わってないんだよってことを言われた気がしました。だからまさに青春を描いて、それと、まあ、さよならできたっていう、ね、あ、やっぱりさよならはしてる感じしますか。あ、さよならですね。青春なのでもう 今青春って言ってダメでしょって言われてる気もちょっとしますよね。もうあなたも大人になったんだから悟されている感じがする。あ、逆にでもやっぱ安野さんって今でもすごく、あ、ギリギリまで青春引っ張ってたんだなっていう、逆にすごく感じて、うん、あ、今これをやれるのはちょっと前まで青春だったんだなっていう、あ、うん、感覚もすごくありましたね。すごい、なかなかみんなね、分かる分かるっていうのと、あと私小説なんだという方がいて、その感覚は分かりますね。これどこまで言っていいのか分かんないですけど、ね、本当にもう私小説、あの結局出てきたものがだからエンターテインメント、だからずっと僕たちはエヴァンゲリオンにエンターテインメントを求め続けて、私小説を出されて文句を言って突き返したっていうのを作り返した気がしてて確かに でもじゃあ今回やっぱ同じ小説が出てきたわけですよ、最終最後に。でもね、完成度が高かったんです、うん、はい、すごい丁寧に書いた小説が出てきて、あ、ここまで書いてくれたら分かりましたってなったんですけど、じゃあテレビシリーズで違うことだったかって言ったら結局同じことをやってて、それが分かりづらいって言って怒ってただけで、結局あの後に、まあ、ポストデビルマン的なエンタメが待ってるかと思ってたことについてはやっぱり出てきたのは私小説だった。でもそれがすごく青春でしたねっていう、あのそうするとその共通のモチーフとかも、うん、あのまあ、当たり前なんですけど、エヴァンゲリオンって膨大な引用で出来上がっている、はいはいはい、作品 で、はい、僕なんかはあの見てるとこんなとこ引用するんだみたいないっぱいあったわけですよ、はい、赤ひげだとか、はいはいはい、見てて、あの石井さんが刺さってたその引用モチーフって何かあったんですか。今回はもうサヨナラジプターですよ。あ、サヨナラジプターね。もうサヨナラジプターかかった瞬間、はいはい、何をしてくれるんだと思って、あ、最初はだから分かんなくて、はい、何マスターユミ、あれあれなんか宮崎駿風とか思ったら、え、これサヨナラジプターだよってなって一人で立ち上がりそうになったぐらいあそこはびっくりしました。小松左京ね、小松左京のサヨナラジプターっていうその、ね、はい、SF 映画で、 SF 映画ある意味で日本の特撮映画を終わらせてしまったようなはいはい、はい、罪のある作品なんですけど、それを僕らすごい期待して見に行って、で、まあ、みんななんか複雑な思いをして帰ったんですよ。だからそのエヴァンゲリオンの旧劇場版みたいな気持ちで帰ったのを、やっぱ庵野さんも青春時代にそういう思いだったんだなというのをだから一緒に再現して、エヴァンゲリオンを成仏させると同時にサヨナラジプターとかも成仏させてくれた、まあ 5.5 も成仏させてるんですけど、実は、まあ、すごくそう引用としてはこの80年代 SF までもなんていうか一緒に天国に連れて行ってくれたすごく不思議な作品でした。ものすごくストレートに言うと、うん、いい悪いとか、うん、面白いつまんないで言うと、うん、どのゾーンですか。いや、こんなどうでもいいことをやるなと思って、どうでもいいことをやるな、サヨナラジプターとかどうでもいいでしょみんなと思って、いや、どうでもいい、確かに、そう、だって、正直言って序波球から見た人とか、はい、サヨナラジプター知らないですよ、生まれる前だしでもそう、ね、そういうことをやってくれるのは個人的な思いなんだなとすごく思って、そこにはね反応はしましたが、なんか申し訳なかったと思いました。でもね、やっぱりね、25年あの本当テレビシリーズでやったことと本当に同じことをやってるので、うん、結局あの時に庵野さんができたその現実へ帰れとかエヴァンゲリオンのその世界のやり直しみたいなことをやって世界を書き換えるじゃないですか。で、昔はパンクは
加えて走る綾波だったわけですよ、はい、であれが世界の書き換えの理想だったわけですよ。それが今はね、あんな大人な世界を最後書いて終わるわけですよ、うんうん、あれがでも60歳を書く大人かどうかって言ったら青春だなと思ったんですよ。若いだと思うんですよ、60歳が書くものかと思いましたけど、神木隆之介さん最後もう本当なんか日清カップヌードルみたいでしたもんね。そうなんですよ。あれ本当思ったわ俺。あれなんか30歳ぐらいの感覚ですよね、うん、あのね。そうですね、そうですね、うん、まあ、まさにそこら辺のところ多分深く話していくと宇野さんとずっとだってかとか どうしましょう どんどんもうちょっと喋っても大丈夫ですか。他の方がもちろん入っていただいてもいいけど、あ、真剣ゼミ感っていう人がいるけど、確かに最後の終わり方真剣ゼミっぽかったね。わかるわ、ね、いやでもね、本当あの僕宮村優子さん、あの僕ね、あの全部キャラクターがやっぱり、はい、もうキャラに見えなくて、飛鳥が宮村優子さんしか見えないし、やっぱり安野萌子さんしか見えないんですよ、うん、で宮村優子さんとやっぱりあの時好きだったよねって言い合うっていうのって、うん、それって確かに30、40でなんか男って経験するんですよね。一回やったことみんなある。そうそうそう。でね、それをでもね、60になってやれる安野さんのその若さってすごいなって。なるほど。60歳の人が作った青春映画なんですね。そうなんですよ。でもね、そういうこと思い出す。だから自分の彼女とか昔だから好きだったことをなんかちょっと30歳ぐらいに再会して、あの時好きだったんだよねみたいなことが言えてよかったみたいなこととか、そこの作画とかむちゃくちゃ気合入ってるじゃないですか。確かに、だか全体的に気合入ってないところなかったと思います。あ、そうなんですよね。でも、アスカがちょっと大人になって出てくるシーンとかの、はい、あのなんかね、後ろ向いて恥ずかしがるシーンとか、あれだってもう宮村優子さんですよねと思って、だって作画がアスカじゃないもんとか、ちょっとなんかそんなこと言ってていいのかって話なんですけど、いや多分今日そういう話だと、まあ、でも本当にね、あのなんだろう、その先が透けて見える。でやっぱり安野さんってずっとこれ本人言われてますけど、ずっとパンツ脱いで踊ってるんですよって言って、その富野さんとか宮崎さんのことをね言いながら、そのパンツを脱いでどんだけ踊れるか最後はって言って、でやっぱりそのテレビシリーズでパンツを脱いで踊ったのを僕ら気に入らんって言ってリテイクを仕掛けて、で本当にじゃあもう一枚ペン脱いで踊りますって言って急激でやって、でなんだこれはってまた抵抗かけて、うん、もっぺんパンツ脱いでくれたわけですよね。でも今度はパンツ脱いでエンタメで踊ってくれたっていう、うんうん、でもねやっぱり所詮パンツ脱いで踊ってるだけなんで、やっぱりその先には宮村優子さんとか奥さんとか見えるっていう、うんうんうん、でそれを僕らは良かった、長く付き合ってる青春、もう25年間付き合ってきました、うん、確かにそうですね、あの50歳で25の時27位出会って、うん、ずっと付き合ってきたから、さらば青春の日々って言えるんですけど、やっぱ18級から入られた方にはその生まれる前の青春を見せつけられるっていうこのエヴァンゲリオンについて、まあ、どうお話をしていっていいのかなっていうのは迷いながらおりますという感じですか、ね、あとこれ石井さんにだからこそ聞きたいことが一個あって、はいはい、僕あの石井さんより僕多分5個ぐらい下で、はいはいはい、大学生の時にエヴァン見てるんですけど、はいはい、ワンダースワンがめちゃめちゃ導入されたじゃないですか、そうです、ね、序盤級で、はいはい、でこれゲームクリエイターでもある石井さんからすると、うん、あれはどう感じるのかなと思って、あれもだから多分あのそうなんですよ、あの失敗したものをいっぱい並べてるんですよ。あ、確かに、サヨナラジプターにしてもアンダースワンにしても、はい、でも人誰か希望を持って失敗したものだから多分そういうこと、だからエヴァンゲリオンについても、ある意味その希望を持って失敗したものとしてなんか自分たちが捉えてるんじゃないかと思うんですよね。確かにあれ失敗モチーフが並んでるって考えたことなかったですけど、そうなんですよ、あの本当ね、ゴーって海底軍艦っていう作品も BGM めちゃくちゃ使ってるんですけど、はい、あれもやっぱスターウォーズの手前でスターウォーズが来るからってことって東方特撮頑張って作ったんですけど、はいはいはい、やっぱりちょっと失敗してるわけですよね、やっぱりその歴史に残らない、はい、でも音楽だけ良かったとか部分的に良かった、はいはい、でも、はい、なんか安野さんの記憶にはすごく強く残ってる、はいはい、そういうもののモチーフがすごい集まってるんじゃないかな。例えば、まあ、青春って大体うまくいかないじゃないですか。そう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 、ほとんどの人。そうそうそこも含めて、そうかもしれない。そういう失敗作を経済的とか、あと美術的に成功させてる作品なのかもしれないですね。うん、エヴァンゲリオンって。すごい、だからやっぱり小説ですよね。小説ですね。うん、わあ、確かに確かに。まあ、なんかもし今ね、あのこうなんだろう、芥川龍之介とかいたら、うん、ワンダースワンっていう短編書いてくれそうな気もしますもんね。そうなんですよ。本当はそういうあのね、写用とかをね見てるような、だからエヴァンゲリオン族だったんだ。僕ら写用族のようにエヴァンゲリオン族だったんだ。なるほど。ちょっと思ったような気がします。なるほど。はい、いやでも失敗モチーフで小説っていうのはすごくね、しっくりきますね。あとはうんと、ウンダーの失敗
発信時にナディアの曲流れてもかった。そうね、自分のパロディとかもやってますね。パロディというか自分に対するパロディかな。セルフパロディも多かったですね。すごく、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、続いて平さんにお伺いしたいと思いますが、はい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 、まあ、私はあんまりそんな深いコメントできないんだけど、私も何歳だろうな、28ぐらいの時に、はい、まあ、エヴァが始まって25年間で、でテレビシリーズはすごい衝撃を受けたんですよね。それでそのなんていうか、ストーリーもよりもその個々の場面、例えばその初めて人が出てきた時のあの電線がブル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 って揺れるところとか、そのエントリープラグがそのなんか実験室で暴走した時にこう射出されるシーンとか、すごいなんかもうエヴァにハマったんですよね。でハマったんだけど、テレビシリーズの終わりの方があんな感じになっちゃって、それでその後も映画になって、だんだんなんか見ててきついなと思ってるんだけど、見ずにいられないわけですよ。あの28歳なんか言って、はい、まだ政治の世界にいらっしゃらない。全然政治の世界じゃないですね、はい、でそれから政治の世界入ってきてなんだけど、やっぱりなんていうのか、見ててきついんだけど、特に Q とかもきつかったんだけど、やっぱりエヴァやるとなると、やっぱりその心が騒いで見ないわけにはいかなくて、緊急事態宣言出てるのに一人で映画館に行かざるを得ない。ちなみにジョハキューもそういう、もうジョハキューの時は、まあ、歯の後半ぐらいで、もう9ぐらいからかなりきつくなりましたよね。それでも物理の法則とかも全然関係ない、まあ、最初から関係ないっちゃ関係ないんだけど、はい、まあなんていうのかな、最初人っていうなんかわけのわかんないのが来て、一生懸命なんかこうエヴァをコントロールしながら、しかもその電気のケーブルついてたじゃないですか、最初アンビリカルケーブルがね、初めはついてますね。ああいうのがすごい衝撃で、一個一個があって見てたんだけど、そのうちなんかどん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 なんかすごい世界になってきて、まあついていけなくなったので、もう本当終わってよかったなと、ほっとしたなっていう。もうこの先いい、ね、なんかだ、もう見なくて済むって、追っかけなくていい、もう追っかけなくていい、あ、それは一つ感想としてありそうな気がするな、いろんな人に。だ、今までだって追っかけざるを得なかったわけですよ、うん、はいはい、で見ててきついんですよ正直言って、はいはいはい、だからやっと終わってくれたなと思うのと、まあ、政治家として感じるのは、あ、はい、あ、それすごい聞きたいです。その、ええ、まずあのビレーの財源がどっから出てるのかすごい気になってクラファンですね、クラファンディングって言うんだけど、ネルフムカつく人もみんなお金くださいみたいな、まあ、だからまあネルフはね、国連とかもいたし、なんかセカンドインパクトでわけのわかんないことが起きて、これに対応しなきゃいけないよねっつって、まあ、予算つけるのはわかるんだけど、まあ、途中であのビレーができて、それで結構世界はなんていうの、人口が激減をして経済活動止まってるわけですよね。それであれ結構メンテナンスするだけでも大変だし、人員の給料もそうだし、うん、まあ、そういうのがすごい気になるとか、うん、あとなんていうのかな、やっぱり倫理上クローンはダメだろうって思うわけですよ倫理をどうやってクリアしたのか、倫理観だから、日本国じゃできませんね、あのテクノロジーは確実にですね、あの、うん、クローンで動かすってのはできないし、あとやっぱ最後感じたのは、シンジが大人になるだけでなんでこんなに迷惑かけてんだよっていうのが最後終わった時の感想でしたね。まあ、そういう地小説ですから、ね、ああ、それはまあそうなんですけどね。言動も相当ね、迷惑かけてましたけど、迷惑かけてますよね。本当迷惑かけてますよね。じゃあこれあの謎のあの話なのですが、はい、あのもしですよ、はい、この世にあの使徒が現れたとすると、はい、政治家の方はどう動くことになるんですか。まあ、使徒が現れるとですね、法律的には何かというと、はい、他国の侵略じゃないの で、ね、日本国は自衛隊出せないです。そうすると、まあ、いわゆる有害鳥獣ということになる。有害鳥獣、はい、でそうなると、あのシンゴジラと一緒なんだけど、はいはい、ちょっとシンゴジラちょっと法解釈が甘いんだけど。甘いんですか、はい、あのまずはですね、領有会の皆さんが出番ですね、うん、領有会領使徒はまず領有ですか。あの地域の領有会の人が害獣駆除で出てって、それでもどうにもなんない時には警察、消防、うん、はい、最後自衛隊という順番になります。ただもし使徒が第三国にコントロールされてるってことが明らかな時は、防衛出動で自衛隊を出せるっていう、そういった手付けです。そんなことやったら、どうしても日本初の女性総理になりたい、あの人とかの独断で何やるか分かんないまあそうですね、だからそういう人を総理にさせちゃいけないと思います、ね、
まあでもまあそういうことなんだから長寿あのそうですね長寿苦情ですねあのというまあ法律的には法律的には猟友会の人はでも信者より過酷ですねエヴァせめてエヴァ乗せてよってことで猟友会をみたいないやまあ無理って言いますよねこんなの私たち無理ですって言いますけどまあ言動はそこで行けって言わざるを得ないでしょうねあ、はい、あれ法的と接するなんだろうなんだろうな何らかのこうあの組織体として考えたときにあのネルフはどんな法的根拠に基づいて出来上がるんですかね、まあ、ネルフは国連で設置するんじゃないですかねもしくは秘密組織みたいな形で超法的にやるんでしょうけど、うんはいはい、まあ民主主義国家はお金出せないですよね、うん、ああいう時、ね、内閣官房費でできてるとか内閣官房費って実はあの秘密で言えないんですけど大体使い道はもうほとんど決まってるのであの官房長官が自由に使えるお金はもう限定的ですからあじゃあそんなあっていうかねあのね、はい、予算規模としてはあれ無理ですからいや、まあ、それはそうだったんですけどまあでもあの第三東京市が箱根だったでしょ、はい、でもやっぱりあのテクノロジーはどちらかというと、まあ、隣の国なんかがやりやすくて我々のような民主主義国家はちょっとあのテクノロジーは手を出せないですね、うん、だから僕はそのまさにそのなんていうのかなクローンだっていう思った瞬間これは日本の国の話じゃないなと思いましたね、うんこの現実の延長線上にはないつまり日本としては政治体制の何らかの変更があってからじゃないと、うん、実はあれはならないだから日本国じゃないですねだからあれは多分主体は日本国政府はってことにはならないでしょどっかの国なんでしょうねでもそのなんかね、はい、あのこうセカンドインパクトサードインパクトの間に、はい、日本が民主主義国家じゃなくなっちゃってたりする可能性があってだとしたらあれはあれ、ね、それはありますねあの緊急事態が起きると超法規的措置っていうのを、うん、実は国民の方が望んだりするんですよ、うん、だから何でも戦争って別に政治家がやるってみんな考えてるのは実は間違いで国民とか大衆がすごい熱狂して戦争に走っていくっていうのがそうなので、うんまあ、そういう可能性十分ありますね、うん、なるほどねネルフビレはね、はい、本来はネルフキングレコードがねあれお金出しててでビレに変わったから、まあ、ビレが頑張れるようになったのかなと思ったんですけどいやちょっと予算規模としてやっぱテンセントとかそこら辺がねお金を出してないとダメなかもしれないですねちょっと危ない話だと思だって結構いろんななんか軍艦従えてましたよね軍艦相当出てきますねうなんかクラウドファンディングじゃないんだろうなと思いながら見てましたけど荘園、まあね、もすごかったですけどね、釣ってるのが、釣ってるのがね、あれはついていけましたあの最初のアンビリカルケーブルとかまだ理屈わかるんですけど、はい、船釣ってるよね上からっていうのは、ね、あれはもうちょっとわかんなかったですねどういうテクノロジーなのかもう全くわかんなかったですねだから多少でもテクノロジーの理屈がついてる時の方が面白かった僕が見ててあそうかあの、うん、そうですねそもそもエヴァのこう、うん、一視聴者とした時はあのこう平さんはすごくモチーフに惹かれて見ているタイプでしたよね、うん、今のお話を聞いていると、ね、そうなの確かにあのちょっとテクノロジー的にはなかなかすごい領域に入ってきましたからね、まあまあ、人はもともとありえないんだけど、うんうん、人間側は、まあ、まあギリギリテクノロジーの理屈がつくぐらいの範囲でやってたじゃないですか、うんうん、それであの電気大量の電気がいるからっつってこの電源がついてるっていうのはすごい合理的だなと思ってて、うんうん、だから第三東京市っていうああいう都市も作んなきゃいけないっていうのもよく分かったんだけど勝手に動き始めてからなんかつまんなくなりましたねやっぱり国ってこう内燃機関を取り込むあたりと、うん、あとやっぱりその前までの八島作戦あたりがやっぱり誰がどう見てもみんなが面白いんですよ、うん、そうですあそこまではエンターテインメント頑張ってやってる感がありますよね、はい、すごいもう裸踊りに入る前のパンツ前のとこまではすげえいい前そうなんですよそれで結局各国電源を供給するわけじゃないですか、うんはい、そこで一つになって、はいはい、だからまあ面白かったなあの辺はあの辺は本当にみんながみんな面白いシンゴジラ的なところまでですよね、うん、そうですねなるほど。さてじゃあそれでは宇野さん行きましょうか、はい、宇野さんは僕はねこう書きました、はい、成功したテラスハウスいやこれもう毒もういろんなとこに毒があるこれ成功したテラスハウスですよあれはこれは宇野さんさその心はこれね、はい、あのいや僕ね最初に皆さん謝っておきます、はい、僕ねこの映画あんまり好きじゃないですおおほうほうあのね、はい本当にごめんなさいいやだからもうみんながすっごい盛り上がってるの分かってるし、まあ、好きな人もいるのもすごくよく分かるんですよでだからなんかちょっとなんか水をこの年なんてなんか盛り上がったやつに水をかけたいような気分もないじゃないそういうことじゃないですよ、ね、でもであの、まあ、だから正直に言わないとなんか不誠実だと思うから言うと、うん、僕はあんまりこの映画評価してないですでもうぶっちゃけ2回ぐらい眠たくなりましたおあ1回目はあの農業体験はいはいはい、うんまあそこで1回眠たくなって後半のもう
なんかもう結末分かるじゃん大体、うん、で、ね、なんかシンジとゲンドウがやり合ったあたりでもう一回眠たくなって早く終わんないかなと思って見てました。お、はい、あのでただ4作の中で一番面白いですよ。あなるほど。だってジョってただ作ってるだけなんです、うんうん、はいはいはい、まあ、ハっていうのはただのファンムービーですよね、うん、あのうるせえやつだってオンリーユーみたいなもんですよ、うん、あれはね、ただのファンムービーってね。で Q っていうのは意欲作かもしんないけど、うん、もう思いっきり空振りしてるわけですだよね、破綻はしてる、ね、だから あれだよ、あの押井守と言ったら東京無国籍少女みたいなもんだよ、ね、よく知ってますね、そうだね、あのそういうそういうもんですよ。で今回の Q はパトレーバー1のちょっとしたぐらいの面白さがあるから、まあ、僕は一番いいと思ってる。ただ僕はなんかそんなに感心しなかった、面白いと思わなかった。でそれね、なんかさ、まあ、最後現実に回帰して終わるじゃない、うん、で最後にあの安部秀明さんのね出身地の山口県の宇部のね、なんか駅前に、うん、まあ、あの28歳だった新次と年齢不詳のマリさんがカップル的な感じで降り立ってちょっとイチャイチャする、うん、そしてこう実写映像になって空撮がね、うん、もうドローン大好きみたいな感じでこう入ってくるわけなんだけど、うん、あれあって、まあ、現実に回帰するわけだよ実写映像入ってね。であの時俺思ったんだよね、あのね、あのなんかさ旧エヴァンゲリオンの劇場版でさ、まあ、同じようにさ、あの現実が虚構の世界に入り込んでしまって、まあ、作品がなんかこう路惑的に破綻してるのをわざと見せるような形で終わっていくわけじゃない。であの時にさ見てる側の人間はもうあそこに立ってんだよね、あのこうあの山口県の宇部ってさ、本当宇部市の皆さん申し訳ないですよ、申し訳ないけれどもうお世辞にも栄えてる町とは言えないですよね、セメントの町みたいな、言えないですよね、現職国会議員的にも言えませんね。言えないですよね。有力政治家がいっぱい出てますからね。まあ、有力あの誰の選挙区か近いかとか全く分かりませんけど、あのね、あの山口県のあの辺りの、ね、山口県って聞いたんだけど、あの全く連想する政治家一人もいませんけれど、あのもうお世辞も栄えてないですよ。日本の製造業の没落の象徴と言ってもいいですね。であそこのこうであのもうすごい衰退した街並みにこうあのイオンワールドがこう栄えてるわけで、ね、まあな、まあ、何も物はあっても物語がないもう何もない空間ですよ。であそこにね、あの、まあ、実は旧エヴァンゲリオンを見てきた人間はあそこに放り出されたとこから始まってるわけですよ、逆に言うと青春がね、うん、で25年間結構いろんなことやってきたわけ、うん、でなんかさあのなんか1995年とか97年にどうやって現実に回帰するかっていう話がシリアスだったのはよくわかるんだけど、うんうん、もうなんか今となってはさって話じゃない、うんうん、確かにそれって人類補完計画ってモチーフにも現れていてね、うん、まあ、あの頃はさなんかさどうやってもう一回手をつないだらいいんだろうこの世の中の中でみたいな、ね、もう一回かんって1995年ってめっちゃあったんですよね、ありましたよね、なんかもう一回人とつながりどうしたらいいんだろうって言ったらさ、うん、でもそんなのみんなもうつながりすぎてるじゃん、うん、四六時中誰かと LINE してさ四六時中タイムラインで主要読んでさ、うんうん、もうなんかもうみんななんか接続されまくりじゃないですか、どう手を離すかの方がよっぽど現代的なテーマなのにそういうこと全くなく、なんか25年前と全く同じテーマをやってるだけ。前回は自己的、ね、現実がもう嫌もなく侵入してきちゃった、だからもう俺は虚構を支えきれないよこれが現実だとかっていうのが、まあ、昔のエヴァンゲリオンだよね。で今回のエヴァンゲリオンっていうのはさ意図的にね、まあ、自分25年間で一生懸命試行錯誤して会社も新しく作って結婚もしてそしてやっと現実に回帰しましたよみたいなさ、うん、ことじゃない、うん、でメガネ巨乳嫁ゲットしたから万事解決みたいなこと言ってるんだけどさ、それってスタートでしょだって25年間いろいろあったでしょ平さんもだってその頃だってまだあれでしょだってあの卸売りのおっちゃんだったわけでしょ、そうそう市場で八百屋やってましたよ私は、ね、まあ、そっからねいろいろあってねゲアとかもしてね復帰してね謎の長期政権とかもあって今ここなわけじゃないですか、うん、まあでもその社会背景がね変わったのも本当そうだなって思いますよね。だからどう手を握るかよりもどう手を離すかみたいになったっていうのもそうだし、こういうコロナが来て本当に近くにいて触りたい人と距離を取らなきゃいけないみたいな新しい課題も出てきたりね、だから僕はね、 あのね人類補完計画は反対なのでなんなくてよかったなって純粋に思いましたよね。嫌ですよみんな一緒になって、うん、どっからどこまで自分でどっからどこまで他人か分からない世界なんて絶対嫌なんで、うん、だからよかったなと思って。補完計画ってそのもと自体がもう主題になりえないわけですよどう考えてもね、うんうん、でだから何か僕はそのやっぱ巨大な空回りを感じたわけ、うん、でこれが一つで、あともう一つがね、なんかそうだ、あのやっぱりどう露骨に庵野秀明の視聴者であることをアピールしてるじゃない、うん、
結果的にそれが出てしまってるとかはなくて、むしろ私小説を読ませることをかなり誘導してるよね。それはもう庵野さんの意図を超えて周りの人たちがやってることかもしれないけれど、今まさに裏でプロフェッショナルでやってることもそうなんだよ。だから今多分タイムラインのマジョリティっていうのは、もう庵野さん鬱が治ってよかったねと、エヴァンゲリオン完成よかったねっていう評価で、だから新エヴァンゲリオンの傑作なんだ丸っていう評価がさ、なんかまあ結構、ま、あのマジョリティの意見になってるじゃない。僕そのこと自体が虚構の敗北だと思うよ。それ現実の評価じゃん、さあのアニメの中の評価じゃないじゃん、確かに。いや、ね、あれもなんかそれはもうソーシャルな、ね、あの評価経済的にソーシャルメディアでのなんか人気好感度獲得ゲームで勝ってるだけなんだよ、それって何、テラスハウスでしょ。なるほど。だからテラスハウスっていうのはさ、あれさ、いや本当にね、あのフジテレビのひどいやらせとかいろいろあってね、あの本当にもう許せないような終わり方を、自己的な終わり方をしていったんだけどさ、まあ、あれってさ、なんかこうあのまあ、今回それをうまくやりきろうとしてるわけだよ。だからなんかこうテラスハウスにね、 あれってさ 3×3 じゃない、男さん女さんの共同生活でさ、女子3人いてさ、まあ、1人はさ、なんかさ母親の一騎打ちみたいな感じのさ、なんかこうマゾコンがさ本をくすぐるような綾波ちゃんでさ、もう1人はさ、なんかさ思春期の初恋の相手のアスカみたいな感じでさ、で3人目が一番さ最後にやってくるメガネ巨乳女子でさ、まあ、最後にやってくるメガネ巨乳女子と一緒に卒業したの今回。でしかもその間にこうあのアスカがなぜかケンスケに取られたりとかしてるんですよね。だからね。そうですよね。俺を振ったお前なんて適当なサブキャラとくっついとけみたいな、あの使いとかいいわけ。いやだから なんかね、だからあれ、だから今回はさ、そういった意味を込めて、まあ、だからテラスハウスはうまくディレクションできずにね、なんかこうネットのうぞうむぞうがバーってすごい嫌がらせをしてさ、もうとんでもない事件に発展してしまったけど、今回はさ、もう周到なさ、なんか情報統制とかさ、周到 なんかこう文脈作りによってそれをまんまとこう成功していくわけね、もうあの多分映画は100億いくだろうしさ、あのエヴァンゲリオンがこのタイミングで完結したことで伝説化にも成功してるしさ、でもそれってね、俺ね、虚構の勝利じゃなくて現実の勝利だと思う。そうですね、本当にそうです。でも俺は虚構が見たかったよ、それだけ。あの現実の勝利、これはソーシャルメディアの評価経済で勝ってるだけで、あのアニメとしてはそこまで面白くない、あの相対的に一番マシだけど、俺80点ぐらいの作品だと思うよ、あの真面目に見たらね。だってさ、いやだって、でも眠たくなんなかった？俺なったよ。まあ、僕もちょっと眠くなりました。なったよね。だってさ、あのさ、脳本主義とか何なの？なんかさ、いや、あれとかさ、あれは眠くなったね、確かに。だってさ、いや、一応この国ってさ、3.11 を通過して10年経ってんだよ。それをさ、なんか災害ユートピアをさ、あんな無批判にさ、なんか心温かいコミュニティが、なんかあの 農業とかやってると生まれ自然発生しますよみたいなさ、あのさ、まあ、全員がさ、トトロのさ、あのメイちゃんの隣のおばあちゃん並みにいい人でさ、なんかさ、あんなさ、描写でさ、なんか、あの描写がまずありえないし、あんなんで立ち直るんだったら25年間エヴァンゲリオン作んなくていいし、誰も苦労しないわけじゃん、農業体験とかさ、あれさ、パトレイバー2の時にさ、宮崎駿がさ、いや、柘植とかはああやってクーデターを起こすよりもなんか農業体験とかした方がいいんじゃないかみたいなさ、そういうチンプラ説教をしまうのにしてたのね。だからそのレベルのさ、なんかさ、説教なわけ。なんか90年代に段階世代の人が上司になんか怒られてた、説教され飲み屋で説教されてるようなタイプの農本、なんか主義みたいな感じの農村のイメージだよね。なんかあんなんでさ、なんかさ、なんか立ち直るんだったらさ、中学生日記とかでいいじゃんみたいな。爽やか3組とかでいいじゃん、333爽やか3組で終了だよ。でも確かにその爽やか3組をものすごいそのこう映像とモチーフの力でわーってデコレーションしたっていう風に考えることもできるじゃないですか。そうそう、だからそういうものだし、あとなんかあの言動のトラウマとかもさ、なんかさ、なんか書き割りみたいじゃん。そうですね、なんかもうあのなんかのなんかいや90年代でエヴァンゲリオンってさ、みんなも忘れてるけど、あの頃ってそれこそ野島伸司とか、今ワンダーエッグプライオリティやってる野島伸司とかもさ、がその代表なんだけどさ、人間描写イコール過去の幼児期のトラウマだったの。それはもうなんか臨床心理学ブームとかいろんなものが重なってそうなってたんだけどね、アメリカのサイコサスペンスの影響とかさ、なんかさ、あの時の結構人間描写のフォーマットを今だ続けてるわけね、なんかペライじゃん、ハンコで押した感じじゃん、だから俺あそこの2か所で本当にだから眠たくなったの。だからあの2つに関しては、いや、いいとこいっぱいあるよ。なんか戦闘シーンも良かったし、これデザインワークもすごい好きだしね、あの音楽も良かったよ。でもなんかさ、もうちょっとなんかどうにかなんなかったのかなと思ったところはあったことも間違いないよ。確かにさっきのそのトラウマから現れたこう現在のこう不都合な状況っていうのに対して一度も批判的な検討がもあの
持ち込まれた気配がないですね。そこは必ずやんなきゃいけないと思って作られてた感じはしますね。いやそもそもそういった人間間克服しない限りさ、現実なんて変えれるわけないしさ、うん、今のさなんか人類補完計画というテーマ設定自体が古くなった現代に対応することなんてできないんだよ。なんかそういうところもうちょっとね、なんかね、あのアンデヒデヤキが作るんだったら射程伸ばしてほしかったなって俺は思ったね。まあ、でもただあのその一番初めに、まあ、ちょ終わってくれてよかったっていう話とか、さらば青春の日々ってことになると、うん、一回それでスタートしちゃったから、うん、この苗床で作ったものはこの中に入れなきゃいけないのかなっていう感じもしないではないんですよ。95年当時のストーリーのままだから、この今回のこのクオリティのまま、2000年に公開されてたらみんな納得だった、もっと納得感が高かったんじゃないのかという。ただそこから21年経ってるんですけどね、うん、あれとね、うん、そうなんですよね。でもあの時はあの時あれだったんだろうなと思うんですけどね。あのだからそこを見せてくれたっていうところで、やっぱりでもね、これも言葉選ぶんですけど、僕安野さんすごい先で好きなんですけど、別にそこが深いと思ってないんですね。そこはあ、その期待がそもそも の期待値の差、うん、あのでやっぱり大人になってどんどん分かってきて、やっぱ SF 本勉強してどんどん分かってくると、本当に今回笑う映画だと思ってて、設定的にも、もちろんその、ね、あのゲヘンドウとあのシンディが戦うとこも笑うとこだし、うん、あれ真面目だなと思ってたら混乱するんだけど笑うとこだとか、あとはね SF 用語も今回ぶちゃくちゃで、量子テレポーテーションって言って分身の術やるんですよ。でもう言葉つか間違ってるんですよね。でだからそれをあので25年前はあの勉強不足で騙されてたけど、今はもうその場で分かる間違いがっていう、つまりそのぐらいそこが浅いってことも含めて、まあ、25年かけて見せてもらったということ自体には感謝なんですけど、だからそういう意味でエヴァンゲリオンの評価は僕も終わっていて、あ、言ってみればその全くエヴァンゲリオンに対してもう期待することもゼロです。確かにその気持ちで僕も劇場行きました。そういうの、うん、で、あのね、なんかね、もっぺんね、あの掘り起こされたら嫌だなと思ったんです。実はやっぱ怖いなと思ってました。そこはやっぱ安野秀明さんに対する僕は思いだったんだけど、まあ宇野さんと同じで、いやだからエヴァンゲリオンもあの端角の隅まで見せてもらって、うん、ありがとうございます、うん、もう何も残ってないですっていう、うん、気持ちで僕だってね、あのいや別にさ、俺はさ、安野秀明がダメで坂本雄二が素晴らしいっていうつもり全くないけどさ、あれが例えばね、なんか坂本雄二だったらさ、あのさ上の駅に降り立った2人ってのは第1話なんだよね。あ、まあ、最高の離婚の第1話だし、あの花束みたいが恋をしたのさ、なんか痛いサブカルカットに出てくるじゃん、うん、あのであれのさ、なんかさ初期状態だよね、はいはい、だからあの後だから2人はね、なんかすごい郊外の 2x4 の建て売り住宅とか買ってさ、はい、イオンワールドとか往復してるうちにギクシャクしてくるわけだよ、うん、でもそっちの方が問題なわけじゃん。確かにこの25年間僕らがさ向き合ってきたのってさ、そういう問題だよ、うん、それを、まあ、今回に関して言うと、あの一回こうね、あのさんは打ち上げられちゃったから、はい、もうそこはもう打ち上げられちゃったので、これを着陸するしかないから、うん、今回そうなって、この先に期待するところはもしかしたらそこなのかもしれないですけど、確かにでも坂本雄二の方がそういうことをやってるっていうのはすごくわかるんです。そうそう、まあ、だからこれ、まあ、あくまでさ比喩としての坂本雄二だよ、はい、でもね、あのあれからさ25年間ね、やっぱあのこの国っていうかさ、あの物を考えるとか物を作るってさ、そういうことだったはずなんだよね。でそれを全部なかったことにして、うん、なんかこう完結させましたと、うん、で僕はこれ中身だから空洞だと思うわけ。その空洞のなんかこうあの薄っぺらさというか空白というものを、まあ、一言で言うと何かこうあのソーシャルな評価によって埋め合わせようとしてるわけ、うん、俺それがまずいと思うんだよ、うん、確かにそうですね、うん、埋め合わせようとしてる感じはすごくしますね。あ、でもどんどん虚構がソーシャルに今やられてませんか。そうだから評価として、それも絶対すごいでかい問題だ。そうなんですよ。そうだからそれが俺嫌なんだよね。だってテラスハウスがさあんな終わり方したのだってさ、みんなさなんかさテレビ番組をさあのやらせ込みで見るっていうことがもうできなくなってしまって、うん、でなんかちょっと気に食わないさ出演者とかいたらさ、あのインスタとかツイッターで猛攻撃してさ、それであんなことが起こるわけじゃん、うんうん、もちろんさそれを煽ったフジテレビとか俺良くないと思うよ。あの一番悪いのはね、あのいやでもさ、なんかそれぐらい今虚構っていうものがね、なんかこうあの弱くなってるわけで、エヴァンゲリオンってそのさ虚構の敗北を宣言したことが新しかったわけじゃない、うん、だからもうずっと、まあ、エヴァンゲリオンってやっぱヤマトプラスうるせえやつらだよね、うん、だからあの架空年代記の中でなんかもう一回こうあの歴史をあの疑似的に取り戻そうというのと、歴史を忘れたふりして楽しく遊ぼうというさ、オタクの二大想像力を合体させたのがエヴァンゲリオンでさ、そこでどこまでいけるかっていうのが95年のエヴァンゲリオンだったんだよ。でも いけませんでした、もう現実が嫌わなく侵入してきちゃって破綻しましたっていうことを露悪的に告白したのがやっぱすごかったわけなんだよね、うん、ね、だからなんかさ、で今回じゃあ新エヴァがさ虚構が逆襲してるかってさ、完全にもうなんか現実に降伏してしまってる的なわけ、うん、
しかもだって物語的には全く何も進んでないんだもん、うん、何も深くなってないんだもん。でそれでいて埋め合でその分の埋め合わせっていうのを現実のソーシャルメディア、あのソーシャルな情報環境によるなんかこうイメージ操作によって乗り切ろうとしてるわけね。でこれはね俺本当に虚構が負けてしまったなと思った。そしてエヴァの公式アカウントにより全員がネタバレを規制され、そして今回はネタバレを OK されていると考えるとより恐ろしい話ではありますね。そうね、だから結局とかあのソーシャルメディアの情報操作の処理なんだよ、ね、うん、でもだから、ね、だから完結させたがってたんだろうなっていう話も、うん、させたがってるように見えたんだろうなっていう方もいらっしゃいますが、さてそしてずっとあの最強プレイヤーにずっと黙ってもらっちゃってる。いや、あ、すみません、すみません、そうなんですよ、石岡さんの、あ、はい、あの石岡さんの、いや、そんな大したこと言ってないんですけどね、はい、実は皆さんの話聞いて全部納得しちゃってたんですが、納得しますよね、ちょっとあれ違うことも言いたいと思って、まあ、はい、言います、私はね超回収プリに、逐一驚いてたんですよね。ちなみにちょうどなんかね今ねあのプロフェッショナルも終わったらしく、石岡さんのフェーズがやってきたって感じがします。なるほど、うん、私の感想をまず言うと、はい、あ、ちょっとあのそうだ、まずどの映画館で見たかもちょっと今言わなかったんですが、日比谷で見てました。あ、日比谷、じゃあ、はいはい、同じところで、で、私の感想は見てる間は結構めくるめく面白さは最後まで続いたので、うん、あのちょっとねそれね、君の名を見た時も、君の名って多分シナリオのデベロップメントが相当緻密だったと思うんですよね、うん、で最後まで、新エヴァもめくるめく見たんですが、うん、なんて言えばいいのかな、あの、まあ、言うほどは、あ、だから見てるときはなんか面白いなんだけれども、うん、なんか残るかっていうとやっぱ残りにくいっていう感じがあってですね、でそのただし見てるときは本当感心したんですよ。でそこちょっと超回収であって、本当に、あ、つまりとりあえずまずやっぱり多くの人の感想と言ってしまして、こんな破綻しちゃってどちらかに収集のつけようもないものをよくまとめ切ったみたいな、その力技にはやっぱすごい簡単したっていうのがありますね、うんうん、あので私が特に超回収を感じたのは、あの序破球って見ていて、あの破と球のちょっとあの違いっぷりを見た後ですね、あの序って何だったのだとみんな思いかけてたと思うんですよ、うんうん、ほとんど総集編で、うんうん、あのちょっと人の名前いちいち覚えてないんだけど、あのクリスタルの最後の人が CG ですごくかっこよく作り込まれてるだけで、他は旧作画だらけだなと思ったんですよね、うんうん、そしたら新エヴァで、あのわざとらしいかのごとく昔の作画アップシーンをもういっぱい出してくるって、うんうん、つまりあの多分私はあのなんていうかな、旧は回収してくるだろうと思ったんですよね、うん、でもジョは置いてかれるなと思ったら、うんうんうん、そのジョのなんか浮いている総集編っぷりまで拾ってくるってところに驚いたんですよ。あの昔のテレビ版の25話26話の心理セミナー風のシーンは、うん、あれ回収するのには何の驚きもなかったんですよ、うん、でもジョの本当なんかもはやなんか2007年くらいのなんか中途半端な古さになってるようなあのテイストのなんか作画みたいなものまで持ってくるっていう周到さにはびっくりしたんですよね。だからシナリオの回収というよりはそのなんかあの25年間かけてこういろんな絵のルックが全然違うじゃないですか。で、まあ、私はどっちかというとそのなんかアニメの歴史と表現みたいなものに注目関心があるんですが、やっぱ日本のアニメって、まあ、おかしいっていうところがいっぱいあって、例えばあの映画にならないとあの高く評価してもらえないんですが、あの、まあ、とりあえずそのヤマト、ガンダム、エヴァの全てがの映画っていうのは基本的にテレビの総集編映画なんですよ、うんうん、そうですね、だからテレビアニメってものの力をに借りてるんだけれど映画にならないとなんか評価されないみたいな、そういうちょっといびつな表現ジャンルだと思うんですよね。でその時にだから新劇場版はあなんか端的に映画になってるのかなと思ったら、最後にそのなんかあのテレビのなんかわい雑な感じっていうか、要するにまあ絵がちょっとうまくいってないところとかちょっとなんかずれてるところですよね、そこまで持ってくるのかってところには本当に簡単したんですよ。でそれが私のまああの肯定的評価の一つです。であとあと思ったのはそうですね、2つぐらいあるんですけども、一つはそうですね、石井さんとかの同じことをやってるとおっしゃってたんですが、私はあのそうはあんまり思えなくって、簡単に言いますとあのテレビ版のシリーズを1話から見直したら、うん、こいつら全員セックスのことばっか考えてて何なのっていう、うん、あの異常なぐらい登場人物全員が、うん、セックスのことばっかり考えてるやつらしかいないんですよね。確かに、あの、うん、でところがあのジョからジョはちょっと隠しか多せていないんですけれども、あの新劇場版ってみんななんか性的妄執から
あの解放されちゃってるんですよ初めから、うん、特にそれを感じたのは美里と梶さんが出会ったところってね、吸盤だったらもう初っ端からもうなんか、うん、もうなんか性的にやるっていうことしか考えてなかったと思ったんですけど、歯で、うん、あいつらが会話するとき、なんか こいつら多分セックスしなそうみたいな感じで、うん、あらゆるモチーフがねそうなってたんですよね、うんうん、だからそうすると今回死んでみんながその衝撃だったアスカが裸でケンケンのお家をうろうろするってやつも、あれもなんかまあセックスの匂いを感じさせるような表現だとか、あとそうエロティックな表現もまああるっちゃあるって言われてますよね、マリの胸がどうとか、うん、それもね、まあ、特になんかこれ枯れ切った夫婦だって私も、だからケンスケの場面始まった瞬間に気づいてしまったので、だからケンケンとアスカがっていうのはあの場面があの瞬間に気づくべきものであって、やっぱケンスケってでもテレビシリーズの時から一番セックスしなそうですよね。そうなんです。ケンスケ、そうなんですよ。その非セックスの象徴が今回、うん、性的回収対象を回収してる、ね、そういうことなんですよね。だからその意味ではね、エヴァンゲリオン の, よくわからないけれども、とりあえず性的妄執に取り憑かれてるっていう迫力ですよね、うん、はい、だから宇野さんのおっしゃるように真偽主義に彩られたとは思うんだけれども、うん、なんかその真偽を突き破るなんか性欲みたいなのが、うん、あったと思うんですよ。だからネルフっていう神経とかね、うん、神経とかでゼーラ魂ですよね。神経と魂の戦いだったわけですよね。でそれがビレって私、要するに意志じゃないですか、うん、ちょっとビレってなんかちょっとできすぎてるなと思っていて、うん、でだんだんなんかそういうのがこう言ってしまえばなんか、うん、なんて言えばいいのかな、うん、ドイツ語だとなんだろう、フェアヌンフとなんかな、理性みたいな感じで最終的に理性になって終わった話なんじゃないかっていうふうにちょっと思わざるを得なかったところがありますね、うん、つまりこれ性欲が落ち着いた話って、うん、ちょっと残念ながらそういう感じがあるんですね。ネルフイコールガイナックスが多分そういうセックスの塊だったんだと思いますよ、うん、それはいた人たちのね、うん、その歴史を見てもそうだと思うんですけど、なるほど、そのいろいろと情報が出てると思いますけど、多分そういう場所だからやっぱりね、やっぱりそれは富野さんからすごく富野さんはそのサンライズを書いてる、やはりエヴァンゲリオンはずっとガイナックスを描いてて、その後にやっぱカラーが、カラーなんですよ。今まさに石井さんがおっしゃった話をしようと思ってまして、うんうん、富野義行成分が本当にきれいさっぱりなくなっていて、なるほど、あたかも大和と宮崎駿のにしか影響を受けてませんっていう回収になってるのが新エヴァンゲリオンだなと思ってます。それは確かにそうかも。私は実は皆さんとちょっと違っていて旧派だったんですよ。球みたいな狂った破綻大好きなんですよね、うん、はい、でもあれで特にビビったのが、要するにフェミニストゲリラ集団みたいになってますよね、うん、フェミニストゲリラ集団そうでしょ。で玄道の玄道が、あれだから玄道の非常に腐敗した全てを性的に支配してるっていう腐った集団じゃないですか、うんうん、で美里は美里で玄道からはなんかそういう、うん、そういう目に合わないけど、うん、今度は神事に最悪な目線を向けるって、うん、本当に腐った感じですよね、うん、でこれ結構重要で、多分そこはね、ひよった面もあると思ってるんですね、うん、つまり20世紀の時は、そういう、つまりその90年代のサイコドラマって、うん、私も嫌いなので、性的虐待モチーフでこう悲しみを作るっていうモチーフが、その負の側面ですよね、うん、はい、だから性的虫がなくなったのは、悪いとも言えないところがあると思うんですよ、反面、虐待モチーフみたいなものに頼るっていう。嫌なものですよね、うん、でアニメ界のエヴァの影響って、うん、またそれかっていうパターンが重要だって私嫌いなんですよね、それね、うん、ここでちょっと突然言う無料放送で言う話でもないんですが、うん、だから伊藤計画さんとかってね、うん、その作劇が嫌いなんですよ。それがなければもっといい作家だったのに、ああ、そこの影響、なんか性的トラウマでまあまた無駄していくのかみたいなね、うん、でもなくなったらなくなったで、うん、こんな感じだからそういう感じで富の成分がやっぱ消えてちゃったなと思います。あともう一つ、はい、心配というか、うん、今のアニメ業界は、うん、このエヴァンゲリオンを見た後に、うん、その影響を受ける作品が出るのかっていうのに若干疑問なんですよね、うん、草原で釣った、うん、戦艦が大量に組み合わされるやつとか、うん、はい、すごいマエストロなんですけども、うんうん、これを引き継ぐアニメがあるのかっていうと結構ないんじゃないかなっていう。あれはやらないですよ、うん、つまりね、エヴァがその、うん、なんて言うかな、日本の乗り込み型ロボットメカをもうちょっとそのバイオ系のモチーフにしていって、うん、私はちょっと最近になってアメコミとか呼び直してたんですが、うん、
あのエヴァって結構ミュータントっぽいと思うんですよ、うん、はい、あの人造人間、そう、はい、つまりゲンドの妻がミュータント化してしまったってことだと思うんですよね、はい、でだから その影響力ってやっぱ、うん、後続の作品にいっぱいあったと思うんですけど、うん、新エヴァンゲリオンで一番表現頑張ってるものがなんか後続に継がれるのかっていうちょっと心配をしてしまうとともに、はい、カラーを守るっていう姿勢の巧みさはすごいあると思いました、うん、例えば、うん、すいません、うん、なんか伸び気なんですか、面白い、第三村がね、うん、第三村、私農本主義はちょっとムカついたんですが、うん、あのなんかあのなんかアディショナルインパクトの時に、うんうん、第三村が危機になった時に、うん、ちょっと楽しかったんですよね、うん、そしたらあれなんか鉄壁ガードで守られてたでしょ、うんうん、あそこはちょっとねうがった見方をすると、うん、カラーの構成メンバーは守られているっていう福利構成ちゃんとやりますかみたいな、うん、一人も見捨てない、うん、あの村ですみたいな感じのメッセージが見えちゃったところ、そこがむしろ冷めたんですよ。あのテレビシリーズだったらね、うん、突然壁がバーンって突破されてね、ビッビッビッっていうの警報で、うん、突然あの B パートで、うん、突然なんか襲ってきて、はい、あーって感じで5秒ぐらいでパニックになりますよね、うん、そうですね、安全な場所がない感じ、あれがエヴァの良さだったんだけど、うん、あ、第三村多分いる限り何やっても大丈夫だみたいな、そこがちょっとね残念だったっていうね、これね、でも次のね、どちらかというとちょっとこのパートでないパートで話したいんですけど、じゃあそうしましょうか、ね、今ねもうすでに20時58分すいません、ね、俺もねめっちゃね、さっきのねなんかあの宮崎駿を上げ富の下げじゃないけれど、うん、なんかその安藤秀明は宮崎駿や富の周囲から何を引き継いで何を引き継がなかったのかになし後半にしたい、うん、あ、 OK 分かりました。でそして今僕はその超回収と石岡さんの話と宇野さんのさっき言った成功したテラスハウスの話、うん、SNS がなんかこうやってるっていうことの、じゃあ超回収をしようと思った動機が何なのかってのが気になって、うんうん、多分 SNS で批判されないためな気がするんですよ、意識的か無意識的かに関わらずね、うん、そうだよ、だって俺さバルトナインでさなんかさパンフ買う列に並んでる時にさ、なんか大学生っぽいあんちゃんたちがさ伏線が丁寧に回収されててよかったねみたいなこと言ってさ、脳みそとか豆電球みたいなやつだったなと思ってオンオフみたいな、ね、そうなんですよ、そんなこと全然どうでもいいじゃんっていう話を、つまりただその動機がどっから調達されたかというと、うん、SNS での自分たちのコントロール力と防御力を上げるためと考えると、うん、それは納得がいくし、ただその心志にはさほど我々感動せんぞっていうのが今回のエヴァだったのかもしれませんなと思うんですが、そこにいっぱい思うところがある文化史についての話はこの後後半でやらせていただきましょう。そうなんです、ここからはですねプラネットチャンネルの延長戦に入りますので、このプラネットチャンネルの方にですね入ってください、有料チケット、はい、はい、有料チケットの方をお買いいただけると、もしくはこうチャンネルにご入会いただいても大丈夫ですので、はい、そうやってこのチャンネル成り立ってますんで皆さんよろしくお願いします。カラーは本当に守られてるのかみたいな話したくてあ、なるほど、その後、そこはもう業界に食い込んでる方もいらっしゃいますからね、ぜひともよろしくお願いします、入ったという方もいらっしゃいますけども、はい、いや確かに俺も思ってたのが、巻波ってすっごく富野さん嫌いそうだなって思います、すっごく思ってます。じゃあこんな感じで、はい、次回のことは、あ、次回の人か、次回の話、次回も、これ今回の、プラネッツ批評座談会は初めてで、次回はですね、4月の22日の木曜日の20時からやろうということになっております。で、こちらはですね、今のところ野島伸司原案脚本のアニメワンダーエッグプライオリティに行こうじゃないかって話になってるんですけど、なんか終わんない説、終わんない説が今ちょっと出ていて、本当に最終回かどうかちょっと分かんないんで、その時はなんかネタ変えたいと思います。なんかまあ、月間を追いかけて進撃の巨人にやるか、あるいはね、さっきちょろっと話題になった押井守のね、なんかブラッドラブルやるかとか、まあいろいろ考えてますけど、なんかちょっと続報をお待ちください。はい。で、今終わっちゃったみたいですけど、大丈夫かな、あ、終わったけど、もう一回上げました。今もう一回画面の方。大丈夫かな、今じゃこれ無料でもまだ見られてるのかな、いいのかな、はい、じゃあとりあえず無料で見られてるということで、じゃあ21時からはプラネットチャンネルでお会いしましょう。はい。